今回はホンダの電気自動車を 3D プリンターで作ってみました。この車、意外とでかいというか車幅は私が乗ってるステップワゴンより大きいからびっくり。 N1 を電気自動車にした感じかと思ったら全然違っていて、てっきり5ナンバーだと思ったら3ナンバーだった。お値段もすごく立派。ホンダの電気自動車はデザインが可愛すぎておっさんの私には好みじゃないので、スポーティーなエアロをつけてみた。でもちょっとスポーティーすぎたかな。爆音がない車庫タンはきっと物足りない。これよく見たらフォードはセダンだった。日本ではセダンは人気がないから余計なお世話だと思うけど、日本で人気がある SUV モデルを CG で作ってみた。やっぱり可愛い路線で行くことにして、オリジナルよりもっと可愛くしてみた。なんかミニのパクリみたいになったけど可愛いからよしとするか。ボディを塗装してナンバープレートのデカールを貼りました。完成しました。3D データは新規バースにアップロードしましたので無料でダウンロードできます。最後までご視聴ありがとうございました。